はい、おはようございます。ジオーでございます。で、元気にやってますけども、今ですね、集金が来たんですよ、ゴミの集金。そしたら、ここにいる人が、行け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 って言って、僕は行きました。ちょっと伸ばしてもらいます。月末に仕入れなきゃいけないことあるんですよ、もうかさばってくるんで、まあ前から用意しとけばいいんだろうっていうけど、今まででしたら、金融機関が借りたりとか、もうそれがなくなって、2年ぐらい借りてないんで、まあいいことはいいことなんですけど、厳しいんですよ、苦しいんですよ。そういう中でいろいろ YouTube 上げて、努力して喋って、どうにか伸ばそう、早く伸ばそうって焦りすぎたがあまりに、何言ってるか分からないこともあるかもしれません。その時のメールが、コメントが、悔しいですよ。悔しい中で戻ってきました。そしたらもう半分以上バクバク食ってます、ここで。のんきな人がいますよ。あののんきには助かりますよ。あののんき。あだ名をつけましょう。のんき、私のところでのりゆきって言ったんですけど、のんきって、僕よりも4個ぐらい先輩だったんですけど、毎朝私のように待ってるんですよ、高校行くとき。日血で行きましたよ、2人で。これよく捕まらなかったなって、のんきが運転してましたから、私は運転しません。亡くなられたそうです。ご冥福、かわいそうに。先輩だったけど、よく笑って笑いじゃないですか。先輩だったけど、よく、仲良く。ですね、僕が1年の時、本当あの人5年生ぐらいなんですよ。2回ぐらいダブってるんです。で、ああいうのに結構可愛がられてるんです、私。で、送っていくんですよ。それで、あの人は3年生よりも1個上なんですけど、僕は2年生ぐらいの時、3年生とかに殴られてる時に、いじめられてる時、あの横で見てました、あいつ。あいつ見てましたよ。はい。でも、まあ、いい人でしたよ。バイク直したりしてましたから。はい。いろんなことがありますよ。いろんなことがあって、今日に至ってるわけですけども、これはさ、魚です。魚を丼にします。これバターがついてるんで。で、こういうのを喋らないでも食べるだけにしましょうかね。つまんないんですかね。だからコメントで文句言われるんですかね。ただ、言ったコメントのやつの動画がどんどん伸びてますよ。あれもう最高級取るんじゃないですか。あれでもバズっても、あれで私も金持ちになるのかなってなしてくれたらありがたいんですけども、そういうのではいけません。食べていきます。いただきます。もうありましたよ。食べ終わりました。のんきなもんです、のんきは。僕はのんきに騙されてバイクのホイールとか買ったんですよ、5万円する。なのね、やつは俺を助けなかった。まだ私は強い子なんでいいんですけど、今考えれば。よくよく先輩に殴られてたな、死ぬほど。だから強いんですよ、一応は。子供のいじめとか、今から考えてもですね、その中にいなかったらいじめられるんですよ。結局ですね、そこでタバコを吸う、酒を飲む仲間はいじめられないんですよ、仲間なんで。僕は遊んではいるけど、酒、タバコやんないんで、まあ、部活も補欠になったり、嫌な思いしましたけども、今では誇りですよ、それ。そうやらなかったっていう自分が。誇りだらけですよ、この辺も。ねえ。
あの人ないときは何もないですよ。味噌汁もないです。忘れたのかな。忘れたの？お金がないから。めんどくさいから。お茶があるから。でもこれ美味しい。それは魚うまいね。もう食べるだけにしましょうかね。喋っても文句やれるし、伸びてますよ、あれ。あの、なんかテロップ入れてやってテロップじゃないですよ。見ないで欲しいか入れたのに、結構バンバン伸びてますよ。みんなに入れましょうかね、コメントで。問題なかった動画です。さっちゃんはですね、YouTube でね、いろんなこと言うなって言うんですよ。意味わかんないですよね、YouTube でいろんなこと言うなって。何のためなんですかね、YouTube やってる。食べるだけでいいって言うんですよ。いっぱいいるじゃないですか、食べるだけの人。じゃあ私が何ができるかって言ったら、汚い口の中見せてても喋る。これが綺麗になる、これが慣れてくる動画を作ってきたんですよ。喋りながら食べる。それでですね、昨日は、あの、麻婆の人参しりしりとか、麻婆のいろんなものをやってたら、昨日の女性の人が、まあ、あれは情熱大陸に出るんですかね、九州の。もうあれだけやって、うちの母さんの上なんじゃないかなと思うんですけど、たまには褒めましょうね。こういう動画つかまれない。やっぱああやって脚光浴びる、いいなと思いながら、今はネットがあるじゃないですか。こういうの見たらいろんな知恵が出てくるんですよ。勉強できるんですよ。だから見て取り上げられる人はいいですよ、 YouTube でも。で、そっから昨日の人がコメントで北海道道民って言って、北海道ですよね、道民の方、自分で道民ですって書いてましたが、道民でも人参しりしりを食べますよって、食べてますううって書いてあるんですけど、ありがとうございました。ね、かた言うなって言うんですけど、私のこの顔が同じのがですね、支笏湖のほとりで揚げじゃが焼いてますよ。行ってみてください。行っても無視されますよ。私嫌われてんで、みんなに YouTube やったせいで。だから YouTube で頑張ってるよってぐらいいいんですけど、言うなって言うのかなんですか、邪魔ですよかね。今北海道も大変なんですよ、なんかいろいろ旅行系とか、なんか言うなって言うのかなんですか、かわいそうとか。でも頑張ってると思うんですよ。私は嫌われてるけど、だから、もし近くであれば行ってみてください。なんでこんなこと言うかって言ったら、今日はですね、今まで来なかった人がよく来るようになったんですよ。私を嫌ってた人が。だから、向こうが嫌っても、私はそれをやってはいけないのかなと思ったんですよ。ただ、やると、どない、や、嫌がらせるんじゃん。嫌みるんですよ。なんでなんだ、なんでどうしたの、またどうせ喧嘩するのにって言うんですよ。また喧嘩するのは私の癖なんで、だから先輩に殴られて痛い目にあって生きてきてますから、もうこの際いいんですよ。
睨んでるんですよ。コツコのほとりです。母ちゃん言うなって言ってますけど、コツコのほとりの揚げたこってます。こんな顔で大きいのが女で、自分じゃなくてその人に行ってきたんで応援させてもらってるだけです。だからあの人はいつもはもう私の今動画もいなくなるけど、何を言うんだろうって見てます。そこでまた余計なことやんか、またどうせ喧嘩するのに、また関わって喧嘩するのに、どっちみちと思ってるんですよ。きっと関わったらないです。その人が行ったんでそこにいますよって言ってたから、寝ろ、怒るんだったら。今日も来たんですよ、一人いっぱい買ったんですよ、だから敵に回して何もやらないよりもちょっとでも利益があるんだったらもういいかな。ただ、一つ。あ、ババアがいる。私のババア、母親。あれがみんなやってるんで、みんなできないんですよ、多分。何も。まあ、それはそれでいいですよ。私の力不足なんで、そこへ協力してください、皆様。それはあの人は嫌がってるんですよ。誰も助けないのに。こんなに一緒に長年いるのにね、助けてくれないまま生きてきたのに。で、私はお人よしって言うんです。何もやってないですか。早く寝ろ、もう怒ってんだったら。あの人ですね、待っててよ、今が聞いたら寝るんですよ。寝ろって言ってて絶対寝ないです。寝ろ早く、ずっと言います。早く寝ろ。で、切った後にめっちゃ送りますよ。めっちゃくちゃ送ってます。ああ、大変だ。YouTube 終わってからのコメントも大変だし。企画からの。でも YouTube は母ちゃんが料理作ってくれるんで伸びてるんで文句言えないんですよ。たまたまいいですよ、いろんなところで。あ、そうそう、また何かの電話が来るぞ、月曜日は絶対。だからあなた何も考えない、寝れるからいいじゃないですか。みんなは今のゴミの件も行ってこいで、バクバク食ってムカつくじゃないですかね。で、寝ろって言ったら寝ないじゃないですかね。なんか言われるもんだと思って。この後も来ますよ。いろいろ、月末になると。でも寝ますよ。だから早く寝ればいいのに、何をしてんのか。早く寝ろって、なんか睨むぐらいなら、YouTube が進まないじゃん、甘えげると。絶対寝ないです、寝ろって言ったら、残酷者。もう残酷者が睨んでる。怖い。
声出そうと待ってるみたい。長引かせていいですか。切った後やばいですよ、これは。もう切ったふりして。はい、皆さんさよなら。ピッ。まだ起きた。はい、どっちみち私はですね、あれともあれともあれともこれとも戦わないといけないんで、こっちとも戦わないといけないんで、はい、戦っていきますよ、今日も今週を。皆さんも一緒に協力して戦っていきましょう。さよなら。これは本当にさよならです。はい。